野外に放つ前に不妊化を行う、売り見栄えは、ハエ目、見栄え化に属するハエの一種。東南アジア原産で、日本では南西諸島に外来種として侵入して、重要な農業害虫となったが、不妊虫放し害法により根絶された。東南アジア原産。アフリカの一部、インド、オーストラリア、ミクロネシア、ハワイといった広い地域に分布が拡大している。 体長7から8ミリメートル。孵化してから20から30日ほどで、成虫になり、10日ほどで交尾を行い、メスは腹の先にある産卵管を果実に突き刺し、果実の中に卵を産み付ける。一生で1000個以上の卵を産むと言われている。その名の通りスイカや、キュウリなどのウリ類を食べるが、他にもトマトやピーマン、パパイヤといった様々な植物へ加害する。 野生植物も宿主都市、沖縄では沖縄スズメウリがよく宿主となる。日本では1919 19年に八重山列島で初めて存在が確認され、その後も1929年に宮古列島、1970年に久米島、1972年に沖縄本島、1973年に与論島と沖の選ぶ島、 1974年に甘み群島、1977年に大東諸島と分布が拡大していった。売り見栄えは売り類などの農作物に深刻な被害を発生させる。日本生態学会では本種を日本の侵略的外来種ワースと100に選定している。これ以上の分布拡大を阻止するため植物貿易法によって発生地から 本種の寄生植物の移動が寄生されている。ウリ見栄えを傍受する方法として、不妊虫放し飼いと呼ばれる手段が取られた。これは、うか二日前に、ガンマ線を照射して、不妊化した、飼育個体を大量に野外へ、放し無視して、野生個体の繁殖を阻止する方法で、個体数を減らし、最終的に根絶を目指すものである。繁殖力が高く、 世代交代が早いハエルイだからこそ効果を発揮する方法で売り見栄えに対するこの技術はマリアナ諸島で1963年に最初に確立された。不妊メスは繁殖能力がないものの交尾行動は正常に行う。また、不妊メスは産卵管を果実に挿入して被害を出すことは極めて少ない。しかし、マリアナ諸島での根絶以後は 世界50の地域で試されたものの一度も成功していなかった。原因として個体数の把握ができなかったことにあり、そこで採用されたのがマーキング法と呼ばれる調査方法である。その結果、実験地に選ばれたクメ島では約250万匹のオスが生息しているのをはじめ、沖縄全体では最終的に3億匹まで増殖した。 最初は、石垣島にあった増殖施設で、週100万匹の生産だったが、後に大規模な増殖工場が建設されて、週に1から2億匹を生産できる体制を整え、久米島ではバケツに入れたサナギが浮かして放し飼いする方法を取ったが、沖縄諸島等では、米軍基地の敷地内を含め、ヘリコプターなどを使って、週に250から400万匹が、 し無視されたこうした大規模な取り組みによって1993年に根絶を達成することができた。根絶までに費やした経費は全体で204億円に上る。根絶に成功した現在でも再侵入の危険性が高いと予想される地域では不妊虫離し害が継続されている。なお、売り見栄えは 日本の侵略的外来種はアースト100に選定されている生物で唯一根絶に成功した生物である。ありがとうございます。